ポップアートの巨匠アンディ・ウォーホルの作品ブリロの箱。2025年春に開館予定の鳥取県立美術館で展示する目玉作品として鳥取県が購入しました。しかしその購入費が5つ合わせておよそ3億円ということもあり、県民を巻き込んだ議論に発展しています。そんな中、鳥取県の平井知事がこの問題に一石を投じました。実際にその場で、現場展示をご覧いただいた方々で、何だったら投票してもらって、3年ぐらいかけてですね、判定してもらった方がいいんじゃないだろうかと。でこういう議論をすることで初めてその、美術に対する子どもたち、あるいはいろんな世代の方々の理解が、深まり、ここで美術館を作ったという意義が逆に生まれるのではないかなと。平井知事が提案したのは前代未聞ともいえる投票案。ウォーホルの作品を美術館で所蔵し続けるかどうかを県民の投票に委ねてみてはというのです。正直ウォーホル自体がこういう議論を望んでいたと思うので、その議論を提起された以上はやっぱり我々もしばらくはそれを受けて立たなければならないのではないか、それが芸術に対する正しい向き合い方なんではないかなと思うんですね。物議を醸すブリロの箱。今からおよそ30年前、その高額さゆえに同じように注目を浴びた一つの作品がありました。それがこちら、イタリアの画家モディリアーニが描いた名画、紙をほどいた横たわる裸婦。大阪市がバブル全盛期の1989年に19億3000万円をかけ購入した作品です。金額というのがセンセーショナルに取り上げられたというのは多分事実だと思うんですけども、それ以上に問題だったのは、そういう制度的なことをきっちりと確立し、それにのっとって購入したかどうかというところが多分問題視されたのではないかなと。このように話すのはモディリアーニの作品を所蔵する大阪中之島美術館の菅谷富夫館長です。財政難などを理由に建設構想から開館まで40年の時間を要した大阪中之島美術館。1989年の購入からほとんど日の目を見ることのなかったモディリアーニの作品は、その間に価格が高騰し、今では購入額の10倍、およそ200億円の価値があると言われています。そんな無駄遣いせんといてくれやってよく言われますね。ただ結果としてその判断は、間違ってなかったと思いますし、この作品が大阪中之島美術館にとって非常に重要な、平たく言えば、お宝ということになったと。当時の大阪市と同じように、今ウォーホルの作品購入について世論が二分されている状況をどのように捉えているのでしょうか。美術館を作るための購入ですから、それも学芸員がなんか好き放題やってるというふうに思われる方もいらっしゃるようですけども、やはり購入方針があって、収集方針があって、どういう美術館でどういうコレクションを作ってどういうふうに運営していくのかという方針があると思うんですね。でそれにのっとって、その範囲で作品を収集していくということが我々、学芸員の使命だった。なんか勝手にやってるっていうことは今の制度の中ではありえないわけで、ね、その上で平井知事が提案した投票は美術館の運営に混乱を招く可能性があると話します。投票と言っても投票する基準が何なのかがちょっとよくわからないので、単なるこのコレクションの中でお好きなのはどれですかというような投票とはちょっとわけが違うと思う。それからそれが前例になると、今度は、あらゆる作品を
というような議論にも発展していって、美術館のコレクションが安定しないということになりますね。またブリロの箱をめぐって議論が巻き起こっているとし、平井知事が美術品購入の財源となる基金を一時的に凍結する方針を示したことには、日本中の美術館、まあ、どこでもそうだと思うんですけども、開館時というのは美術館の骨格となるコレクションを作るチャンスなんです。この時期に購入が進まないというのは美術館の性格としては非常になんか残念だろうなと思います。今こそこの美術館、あの作品だよねって言われるような作品を持つ、本当にあの限られたチャンスの時期だ。ブリロの箱の購入をきっかけに全国から注目を集めるようになった鳥取県立美術館。菅谷さんは県民の意見にしっかり耳を傾ける姿勢こそがより良い美術館を作る上で大切になってくることだと話します。まあ、ウォーホールという作品に多くの方が出会って、正面からそれについて考える機会があって、なんやこれはっていうところから、あ、そういうことかということを知っていただくチャンスにはなったと思うんですね。今回のことで、いろいろあの議論があったと思うんですけども、ぜひあの計画通りにいい美術館を作っていただきたい。